馬キュン名場面集、競馬界に現れた令和の怪物ユインクル。元 AKB48 の日渡しゆいさんが競馬を始めたのは2022年の4月。彼女の勝負感は鋭い。ハヌマンと K7 とキリキオを副賞で200円ずつで、あ、人気薄の副賞で勝負。クリキオも来てるよ。これありなんじゃない？クリキオが来た。8番1番16番ユインクル2つ当たった。これまでに56レースを予想し、半分の28レースを的中。回収率は 109%。 これはビギナーズラックではない、競馬界に現れた令和の怪物だ。